政策研究大学院大学は東京都港区六本木7丁目22番1号に本部を置く日本の国立大学である。1997年に設置された。大学の略称は政策研究院クリップス。埼玉大学大学院政策科学研究科を母体とし、教職員も同研究科を母体としている。交渉の官僚、都道府県、 政令指定都市の地方公務員等が学生として多数在籍している。と高度学際的政策研究、教育機関を目的として大学院に特化し設置された国立大学院大学。公共政策、開発政策、地域政策、文化政策、資材などのプログラムを設置し、政策研究や専門的政策立案者要請を行っている。 埼玉大学行動科学情報解析センター設立国内プログラム開始大学院21世紀 COE プログラムとして一件のプロジェクトが採択されているグローバル COE プログラムとして一件のプロジェクトが採択されている独自の職位として助教に相当する助教授という職位を持つキャンパス前継山下設計リチャードロジャース設計共同体と 文部科学省による共同設計で文部科学省が手掛ける第1号 PFI として2005年に竣工。かつては東京都新宿区の税務大学校跡地に設置されていたが東京大学生産技術研究所動物性研究所跡地の整備に伴い2005年に現在地に移転した。この大学の隣接地には国立新美術館があるが この一帯には、戦前には大日本帝国陸軍の不評を第三、連隊の中屯地が置かれていた。ありがとうございます。